今から3年前、大学2年の冬の出来事です。その頃の私は写真を撮るのが趣味でした。そして休みのたびにカメラを持って地方の農村を訪れていました。東京で生まれ育った私は田舎に憧れを持っていました。のどかだし平和だし空気もおいしいし、田舎大好き、田舎って素晴らしいと思っていました。写真1枚撮ってもいいですか？ありがとうございます。その日一日、私は田舎を満喫していました。ところが、知らない間に入ってはならない場所に足を踏み入れていたのです。ているのか、一体あの男は誰なのか、何もかもわからないまま、ただひたすら私は逃げ続けました。あの男はどこまでもどこまでも私を追いかけてきたのです。私がこんな目に遭わなきゃいけないのよ。なんで？おかけになった電話は。Oh!
私はいつまでも走り続けました。その頃には今まで心癒されていた田舎の風景がまがまがしく忌まわしいもののように感じられていました。トラックに乗せてくれたおじさんの話によると、あの辺りは地元の人でもめったに近づくことのない特殊な集落なのだそうです。あの時の恐怖は今でも忘れられません。田舎なんて大嫌いです。これは私の友人に起きた事件でした。私はその友人の SOS を気にも留めず、大きな事件になったことを知り、今でもその友人に申し訳ない思いでいっぱいです。はい、わかりました。ちょっとごめんなさい。お姉さん、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 自転車登録いい？何を急いでるの？彼氏に会うとか関係ないじゃないですか。ちょっと聞いてみただけ。確認取れればすぐ終わるから。名前と住所教えてくれるかな？だからこれ私の自転車ですよ。分かってるから。こっちも仕事でやってるんでね。分かる？いいから住所と名前教えて。斉藤紗友子、中野区南台8丁目2-3。サイコちゃんね。住所は今住んでるとこ？ですけど。へえ。俺の家と近いね。仕事は何？派遣社員。ってことはお休みは土日だね。あの、まだ確認取れないんですか？私急いでるんですけど。あなたの自転車かどうかを確認してるんです。電話番号もいいかな？あ、それこの自転車と関係あるんですか？やましいことがなければ教えられるでしょ。だからって電話は関係ないでしょ。あんた本当に警官？下田巡査です。可愛いのに乱暴な言葉遣いだね。こっちも防犯上確認してるだけだからさ、聞いたことには答えてくれる？で、これからどこ行くの？友達と待ち合わせ。彼氏はいるの？いません。やりたい盛りでしょ。どうやって処理してるの？それこの自転車と関係あるんですか？この辺も痴漢が多いからね。紗友子さんも気をつけないとさ。若くて綺麗だ。確認はどうしたんですか？無線鳴ってますけど。防犯登録 OK ですか？ありがとう。大丈夫です。確認取れました。もう行っていいですよ。言われなくても行きます。
いいね、俺のタイプだ。もしもし、警視庁防犯課の下田と申します。今空き巣事件に関して被疑者並びにその関係者を絞り出しているんですが、はい、そちらに登録されている斉藤紗友子という女性がいますよね。彼女の携帯の電話番号と通信記録いただきたいんです。はい、もしもしもし、紗友子ちゃん。はい、あのどちら様ですか。ひどいな、忘れちゃったの。すいません、登録し忘れたみたいで。本当にひどいな、前は彼氏いないって言ってたのに。このよく電話してる男は一体誰。先週だけで3回も電話してたみたいだけど。あなた一体誰なんですか。一度近いうちに食事に行きませんか。そうしたら思い出すかもしれない。それやばくない？完全なストーカーだよ。どうしよう、警察行けば。最近ストーカー対策の部署あるらしいし。行った。散々セクハラまがいなこと聞かれて、最後には今度一緒にお食事どうですかって誘われた。ん？全然使えないじゃん。そういうって普通女の警察がやるんじゃないの。なんか人手が足りなくて男の人だった。本当に怖いんです。全然知らない男だし、なんで私の携帯知ってるかも心当たりないんです。斉藤さん、最近ナンパされたことってありますか。そんな、ストーカーですよ。でもまだ何も起こってないんですよね。何も起こってないってどういうことですか。電話が鳴って、知らない男だった。間違い電話っていう可能性があるんじゃないかなって。あんなにひどい間違い電話ないでしょ。まあでもこちらも被害届を見ていくと、やっぱり貢がされたのに捨てられただの、貸した金は返さないだの、なんか気に洗面でいろいろ。でも結局は恋愛話っていうか、なんていうか、そういうのが。そんなことありません。まあでもこちら正直言っちゃいますと、そういう本と同じ被害届けが多くて、正直言っちゃいますと警察の方も困ってるっていうか。そんな言い方ないじゃないですか。ストーカー対策も仕事ですよね。まあそうですけど、でも斉藤さん、電話来たのってですよね。そう、一回かかってきただけで出すとしたら、まあよくあるパターンなんですけど、まあ自分はそうは思ってないんですけど、上司に言われてるのがやっぱりちょっと自意識過剰かなって思った。自意識過剰？いや、斉藤さんはそうかどうかわかんないですけど、そういう方が多いんですよ。
んな私本当に何も知らないのに。まあでも現状ではちょっと事件性のあることはないっていうか、何か事件があってからじゃ遅いですよね。わかりました。じゃあ自分の番号を教えしますので、もしよかったら今度食事でもしながら個人的に相談に乗りますよ。呆れた。そっちの方が時間あるんですよ。あれ、ほんと最悪。まあ最後もストレス溜まってるみたいだし、今日はカラオケでも行ってパーッとお騒ぎしちゃおう。あんま乗らない。なんで、約束してたじゃん。さすがにさ、私たちと一緒にいたらストーカーも襲ってこないでしょ。うん、ねえ行こう。行こう行こうね。気晴らし気晴らし、チェンジチェンジ。ほーら行こうよ。そちらは OK 不動産でよろしいですか。私が担当している事件で斉藤紗友子という女性が被疑者になっておりまして。そうなんです。はい、ご協力大変感謝します。いやいや、それにしても一体どんな事件ですか。いえ、それは機密に関しますので。いやいや困るんですよ、殺人事件とか死体遺棄事件とか変な事件があるとしばらく他の人に部屋が貸せなくなるんですよ。そういう事件ではないのでご安心ください。そうですか、わかりました。ではここからは現場の保全がありますので私一人で行きます。何か分かりましたか。あくまで容疑ですから、くれぐれもこのことはご気にお願いします。もしあなたが誰かに喋ってしまい、この捜査を台無しにしてしまったら、我々は不本意ながらあなたを逮捕しなければならない。当然ですよ。こちらのお預かりした鍵ですが、捜査のため数日お預かりいたします。分かりました。秋菜か。もしもし、サイコちゃん。なんだ、秋菜か。なんだとは何よ。ねえ、秋菜聞いて。なんか私の部屋変。誰か入ったみたいなの。なんで？泥棒？うん。
何にも取られてはなさそうなんだけど、なんかわかるでしょそういうの。何それ気のせいだって。気のせいじゃないって。例のストーカーよ絶対。わかんないけど飲みすぎたんだよ多分私お酒大好きまた絶対3人で飲もうね。何よそれ。最後大好き。ダメだもう起きるよ。え、なんでおやめ。アキナ、もうあんた酔っ払いすぎ。もう何言ってるか分かんないから、こっちはストーカーでもううんざりなのに。ストーカーに遭われてるんですか。僕が守りますよ。何なのあんた。水臭いな。僕を頼ってください。誰、誰なの。どうして忘れたんですか。僕はこんなにも愛してるのに。気持ち悪い。俺はただ紗英子さんと一緒に過ごしたいだけなの。あんたのこと警察に言ったから。警察。紗英子さん、警察を信用しない方がいい。あたしに何かあったらなんだ捕まるからね。うん、そう、紗英子と明菜。もうね、明菜がめっちゃ酔っ払っちゃって。そう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 。あ、ごめんごめん、なんでもない。うん、そう、で明菜がすごい酔っ払っちゃってさ、みんなでカラオケ行ってたんだけど。どうしよう。来ちゃいました。あんた、あん時の、あん時の警官。やっと思い出してくれたんですね。紗英子、愛してるよ。